名鉄千田新線。千田新線は、愛知県北郡竹豊町の復帰駅から、愛知県北郡南千田町の内海駅までを結ぶ、名古屋鉄道、名鉄の鉄道路線。沿線の宅地、観光開発のために建設された比較的新しい路線で、沿線には、海水浴場や名鉄が開発した、降落地、南地田ビーチランドやかつての内海フォレストパークなどが立地する。 また、下奥大駅周辺には、日本福祉大学美浜キャンパスがあり、通学路線としても利用されている。下半島東側にある、復帰駅から半島中央部を貫き、半島西側の急陵部を走っているため、名古屋鉄道の路線の中では最もトンネル数が多く、7カ所、急勾配も随所にある。全線において、単線となっているが、用地の確保及びトンネルは、 伏線規格で作られており、橋梁部分は橋台のみが設置されている。利用者数の伸び悩みにより、伏線化への進展は見られないが、伏線化用地を流用して別添池信号場が設置されている。かつては3階までの延長が構想されていたが、延伸のめどは立っていない。途中駅は下奥田駅を除き無人駅だが、駅集中管理システム導入前は季節によって、 上野間駅と野間駅に駅員が配置されていたことがある。運賃計算区分は C、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.25倍。さらに、建設費回収のための加算運賃が適用される。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国相互利用サービス対応カーが利用できる。なお、鉄道要欄による起点は復帰駅だが、 列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、内海駅から復帰駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。2014年現在、名鉄で新線を名乗る唯一の路線である、過去には豊田新線や橋間新線が存在したが、開通後しばらくして、新が取れた。新線であるため、キロほどで算出された運賃に加えて、 加算額を加算する。大人の普通運賃への加算額は、利用区間の営業キロを、下の表に照らし合わせて算出する。駅間距離が長い上に、C 線加算運賃という条件下にあるため、他の路線に比べて、初乗り運賃が高くなることがある。飲まない階が260円、復旧上の間が280円、その他の隣接駅間は190円。 交換駅は片開き式分岐器が使用されている。また、交換駅のホーム両端には、出発信号機が1機ずつ、計4機立っている。踏切は復帰駅構内を除き存在しない。下新線では復帰駅内海駅間の全線、及び、床滑線、高和線各々ののの全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、 東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。北半島の海岸線は古来より風光明媚な地として知られており、半島南部南地帯鉄路を伸ばす試みが戦前より、期とされていた。1912年8月に、とこ駅、内海間の免許を取得した愛知電気鉄道の内海線計画、これに刺激された。 地元資本が設立した、下警弁鉄道、竹豊床滑、竹豊諸崎間。1913年5月免許取得、そして鉄道省が、竹豊線の延伸として測量まで行った、諸崎延伸計画の左岸である。しかし、南千田は、鉄道不設に見合うほど人口密度が高くなく、産業も乏しかったため、昭和不況や、戦況悪化の影響もあって、 いずれの案も実現せずに終わっている。戦後になると、半島北部は、名古屋港や木浦港を軸とする工業化、宅地化が進行し、景観に優れた海岸線は失われていった。他方、南千下には、従来の自然環境が残されており、都市近郊の観光地として、注目を集め、1958年には、三河湾国定公園の一部に指定された。名鉄も、 昭和30年代から南地田の開発に力を注ぎ、港湾駅からのバス連絡で観光客を輸送していたが、これを機に南地田への鉄道延伸を改めて起訴することにした。新線のルートはいくつかあった。まずどの駅から延伸するかについて、床波駅延伸案、床波ルート、港湾駅延伸案、港湾ルート、港湾線途中分岐案、野間ルートの3案が検討されたが、 床鍋ルートは、南下距離が長いことから却下され、高和ルートより、半島中央部の開発が期待できる、野間ルートが採択された。次に、半島西部のルートを、海岸より、海岸ルートにするか、丘陵部、丘陵ルートにするかが検討された。海岸ルートは、海水浴客などの輸送に向いており、丘陵ルートは、宅地造成に適していたが、副社長の武田光太郎は、 宅地造成の将来性を主張し、社長の土川元もこれを承諾、給料ルートに決定した。また、講和線からの分岐地点についても変遷があった。当初は、千田武豊駅付近駅間に、下信号書を設けて分岐する予定で1966年9月2面を申請し、翌年に認可を得ていたが、用地買収が難航していた。これを受けて、 分岐地点の変更が検討されたが、分岐駅機能を誘致したい、復帰地区が用地買収に応じたことで復帰駅分岐に落ち着い、各して分岐地点は復帰駅に変更され、1969年10月には第一航区、復帰駅別荘池間の施行認可が下りた。第一工区の建設は、比較的順調に進み、百七十一年六月には別措置。 内海間の施行も認可された。この内別措置上のカンマを第二工区として8月より着工したが、途中区間にある深谷トンネルで出水事故が起きた。出水は項目側、上の館側300メートル地点の敷地中に発生し、排水の目処が立たないことから工事は一旦中断された。検討の結果、 早期開通を優先するため広報を改作広報に切り替えることとし、そのために必要な用地の追加買収を行った。深谷トンネルは予定より6ヶ月遅れて1973年4月に開通、1974年6月には復帰駅、上野間駅間が無事開業した。その後の大原、谷トンネルは問題なく開通し、 1975年7月には、下奥田駅、1976年4月には、野間駅まで延伸した。内海への延伸にあたり、問題となったのが、内海駅の位置である。当初案では、小野浦トンネルからそのまま南下して、下乗り合い内海管理所付近に駅を設置し、隣接する、旧内海中学校用地、1964年取得、と合わせて、 総合開発を計画していた。地元は鉄道延伸そのものには賛成していたが、観光客への商売、内陸部の開発といった観点から海岸沿いの駅設置反対した。最終的には、名鉄側が折れて、現在地への駅設置に計画が変更され、トンネルが一つ追加された内海トンネル。内海駅の位置変更により二つの問題が生じた。一つは、 近隣の内海中学校が電車の騒音を問題視したことで、これは学校隣接地約300メートルにわたって防音壁を設置して解決した。もう一つは予期せぬ遺跡の発見である。1978年6月の内海駅建設工事中に発見された先外海貝塚は、東海地方最古の貝塚で縄文時代に起きた縄文改新を裏付けるなど、 学術的には貴重な発見と得るが、発掘調査のため、下新線の延伸は遅延することになった。こうした、右予曲折の末、1980年6月に、ようやく内海駅まで延伸、下新線が全通するが、着工からすでに10年が経過しており、この10年間で、南地田をめぐる情勢は大きく様変わりしていた。まず、沿線の大半が市街化調整区域に指定された。 ことで、宅地造成が、ほとんど不可能になり、三浜緑園などわずかな開発に止まった。また、内海駅延伸と同時に開業予定だった、小野浦駅、仮称は、付近の開発が遅れたことで建設が中止された、未成駅。千田新線の需要予測は、宅地造成による居住者利用をもとに想定されて、至った、実際の利用者数は、予測を大きく下回った。 そこで、名鉄は1977年2月に、南千田開発局を、ハンダ市内に設け、宅地開発の不調を補うためにも、南千田の観光開発を推進することにした。まず内海駅を拠点に、バス連絡網を整備し、名鉄海上観光船の高速船に連絡する、バスダイヤを設定した。しかし、海水浴客輸送だけでは、 利用が夏季に偏ってしまう嫌いがあり、その海水浴客のアクセスも道路整備や意識変化によってマイカー利用へ流れ始めていたため、開発局は通年利用の交絡施設を下新鮮沿線に作る方針を固め、海水浴客以外の観光利用を創出することにした。この方針に従って建設されたのが南下ビーチランド。 1980年4月29日開園や内海ホレストパーク1982年10月20日開園である。このほか1984年には移動も楽しむという観光ニーズの変化に対応するため、新型特急車両8800系パノラマ DX を犬山線地田新線間に投入。マイカーや観光バスのプライベート性 居住制に対抗した。ただ、宅地造成を優先して、給料ルートを選択したことが、あだとなり、行楽施設へはバスなどを介する必要があった。観光ニーズのさらなる変化によって、南地手観光が、停滞気味となったこともあり、現在は、日本福祉大学及び、付属高校、共に1983年移転への通学利用が、中心となっている。 昼間以降は特急、急行、普通が毎時各1本運転されるが、いずれの種別も千た新線内での通過駅はなく、実質的には各駅停車が毎時3本運転される形となる。当線内標準所要時分は全列車各駅停車で16から21分である。最大編成は高和線などと同じく8両だが、 途中駅のホームは6両までしか対応していないため、8両編成では、後ろ2両のドアが開かない。また駅間距離が、他の路線に比べて長い区間が多く、トランパス導入前は、車内改札を行うことも多かった。現行ダイヤでは、昼間引く夕刻は、上下列車の列車交換が別添い気信号場で1時間あたり2回、昼間の特急と普通、下奥大駅で同2回、 特急と急行、夕方以降の普通同士、野間駅で、同一回、昼間の普通同士行われる。交換可能駅及び別添池信号場では、安全側線がないため、列車交換の際は必ず一方の列車が、先着してから、対向列車が進入する。2011年3月26日の、ダイヤ改正以降の種別ごとの基本ダイヤは、以下の通りである。 平日昼間帯のみ全車一般車で、それ以外は一部特別車で運行されている。原則として名古屋駅発着だが、平日の17時台20時台は、微細線の鞘屋駅まで延長運転となり、折り返しは、名鉄名古屋方面へ改装となり別の系統になる。平日21、22時台と、休日21時台は、金山止まりとなる。平日最終の下り特急は、 新沼発である。名鉄名古屋駅内海駅間の所要時間は、下りが56から58分、上りが58から59分。全車一般車の場合は5300系、5700系による4両編成が使用される、3100系、3150系による十連4両での運用が一歩にあるほか、5000系によるダイソーもある。一部特別車の場合は、 平日の3往復、休日の1往復が2200系で運用される、以外はすべて1200系の運用である。2008年12月27日のダイヤ改正までは、全車特別車が原則であった。停車駅は上野間と北奥田のみで、一部が三浜緑園との間にも停車していた。また、年月改正から年月改正までは、 平日の朝に快速特急も運転されていたが、日中の特急の運行はなかった。快速特急は野間には停車せず、三浜緑園には特別停車扱いで停車していた。1990年までは高速も設定されていた。下新線内は各駅に停車していた。快速急行は平日朝に上り一本だけ設定され、最愛駅である。5700系。 5300系4両で運転される。急行は毎時1本設定されており、日中の列車は新雲沼駅発着で、船内のみの運行はない。名鉄名古屋駅内海間の所要時間は、下りが1時間2分から4分、上りが1時間3分から4分。車両は4両、6両編成が基本で、3500.37003100系。 3300.3150系、6000.6500、6800系、5000系、5300系、5700系により運行される。現行ダイヤでは8両の急行は存在しない。運行系統は名鉄岐阜駅発着で犬山線経由が基本だったが、2008年12月27日のダイヤ改正より新宇沼駅発着となった。 2011年3月26日のダイヤ改正までは毎時2本の運行だった。朝と深夜のみ、千内寄り開始の列車があるが、日中は原則として、金山駅の発着である。2両から4両で運行される。1800系で運用される列車もある。阿久井駅で、高話初の特急と接続し、 内海駅から名鉄名古屋駅への所要時間は1時間7分から9分である。2008年12月27日のダイヤ改正以前は、線内より返しの列車が日中毎時1本あり、鞘駅発着の列車が毎時1本運行されていた。休行と同様に2011年3月26日のダイヤ改正までは毎時2本の運行だ。 愛知県の統計によれば1日平均2006年度は4763人の乗客があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。